ペー,チペーチは、ハンガリーのバラニア県の県都である、ラテン語名クインクエエックレシエ、セルビア語名、トルコ語名、国内第5位の人口を持つ。ペーチは、エッセン、イスタンブールと同時に2010年度の欧州文化首都に選ばれた。古代ローマ帝国の領土となった頃の名前は、ソピアナエ、ソピアネ、ソピアナエといった。 出現を表すケルト語ソップから来ている。871年、中世都市として最初に記載されたのは、クインクエ・バシリカへ5つの聖堂の名前であった。実際に、市内には教会が建設されており、建設者らは5つの古いキリスト教礼廃堂から資材を転用していた。後のラテン語文献では、市はクインクエ・エックレシエ5つの教会と記載された。 ドイツ語の氏名フィュンフキルヒエン、フンフカーチェンとスロバキア語のパトコストリーはどちらもこの氏名をそれぞれの言語に訳したものである。ペーチの名前は1235年の文献に登場し、ペキットという綴りである。現在の綴りに直すと、ペキシートン、ペーチからという意味。ペーチという名はスラブ語に語源があり、音声学上、語化、かまどを意味する。 コスボには同じ名前のという町がある。別のハンガリーの都市、ペシト、現在のブダペストの一部と同じ語源と考えられる。古代から、ペイチ一帯には定住の跡が見られ、考古学上最古の定住の証拠は六千年前からとなる。ローマ人がやってくる前、ケルト人が住んでいた。ハンガリー西部が、ローマ帝国の属州パンロニアになると、二世紀初頭に、ローマ人は、 現在のペーチの場所にソピアナエという名のワイン生産植民地を数箇所建設した。ローマ時代の用水路の一部が今も見られる。俗州パンロニアが4つの行政区に分割されるとソピアナエはバレリナエと名付けられた区の首都となった。4世紀の初頭、ソピアナエは重要なキリスト教徒の都市となっていた。この時代に初期キリスト教徒の墓地が作られペーチ、 ソピアナへの初期キリスト教母書の名で現在アニスック世界遺産となっている。4世紀終わりには移民族と紛族の信仰によってこの一帯のローマ支配が弱体化した。カール大帝がやってきた時、この地域を支配していたのはアバール族とスラブ人だった。帝地周辺を征服したシャルルマーニュは神聖ローマ帝国に併合した。この地域は ザルツブルク市教座に属していた。871年にザルツブルクで書かれた文書には、クインクエバシリカへの名前で、中世初期の都市が初めて記載された。マジャル人のハンガリー征服後、およそ9世紀終わりから10世紀初頭にかけて、州、コマタータスの首都は、ペーチだけでなく近隣の城バラニャバール、バラニャ城も含むバラニャ、コミタツスバラニャ、 コマタータスバラニアが建設された。しかしペーチは重要な信仰の中心地で死教座のある地であった。ラテン語の記録では死はクインクエエクレシアへクインクエアクリーザーと記載されている。町の北端部に建立された聖堂はハンガリーのキリスト教会としては最も古いものに属する。1064年シャラモン王が重低ゲーザー。 後の芸ザ一世と和平を結ぶと、彼らは、ペーチで復活祭を祝った。そのすぐ後に聖堂が焼け落ちた。その後同じ位置に再建された聖堂は増改築を繰り返し、オスマン帝国支配時には破壊された。現在のものは19世紀末に改築された、ネオロマネスク様式の巨大な建物である。地下には11世紀に建てられた、礼拝堂が残っている。 いくつかの修道会がペーチへ定住した。ベネディクト会は1076年に初めてやってきた。1181年、市内にはすでに病院が建っていた。国内最初のドミニコ会修道院が1238年にペーチに建てられた。ペーチ司教、ビルヘルムの助言を受け、ラヨシュ一世は1367年にペーチに大学を建てた。 ハンガリー発の大学である。創立文書はウィーン大学の創立文書と一語一語同一であり、大学は進学以外のすべての芸術と科学を教えることを是としていた。1459年、ハンガリーで最も重要な中世の詩人、ヤヌスパンのニュースがペーチ司教となった。彼はペーチの文化的重要性を強化した。1526年に、 オスマン帝国軍が、ラヨシュ二世イ軍を退けたモハーチの戦いの後、スレーマン一世イの軍が、ペーチを占領し略奪した。国の大半を、オスマン帝国に占領されただけでなく、ハンガリー王に、誰がなるべきかで国内の世論も割れてしまった。ある一派は、ローマ王フェルディナント一世イ、後のローマ皇帝。ラヨシュ二世イの姉アンナヤギエロを人する王子、ある一派は、 ハンガリー貴族サポヤイアーノ氏を聖ケシュフェヘールバールで退官させた。ペーチ市民はフェルディナント一世を支持したが、バランヤ県の残りはサポヤイアーノ氏を支持した。1527年夏、フェルディナント一世はサポヤイ軍を下し、11月3日にハンガリーを王として退官した。フェルディナントは自分を支持してくれた都市を引きし、ペーチは納税を免除された。 ペーチは再建され要塞化された。1529年、サイドオスマン軍がペーチを攻略し、帝都ウィーンへ進軍した。オスマン軍はペーチを同盟者サポヤイヤーの種へ与えた。1540年にサポヤイが死んだ。1541年、オスマン帝国軍はブダ城を占領、そしてサポヤイの未亡人で、ポーランド王女であるイザベラへ、 戦略上の用地、ペイチをオスマン帝国へ与えるよう命した。ペイチ市民はオスマン帝国軍から都市を防御し、フェルディナントへの忠誠を誓った。皇帝は、さらなるオスマン軍の攻撃から死を防衛し、助けようとしたが、助言者らが、ペイチの代わりに、聖形シュフェヘールバールとエステルゴムにさらに的を絞るべきだと彼を解き伏せた。ペイチが、包囲戦のために準備をしていた日、 フランドルとワロン、共に現在のベルギーの傭兵たちが死から投降し、近接する土地を荒らした。翌日の1543年6月、死境自身がオスマン軍へ死の鍵を手渡し降伏した。征服後、オスマン軍は死を要塞化して事実上のオスマン都市に変えた。キリスト教の教会はモスクとなった。トルコ式風呂とミナレットが建てられ、 コーラン学校が開校し、市場のあった場所にはバザールが開かれた。市は、シャリアによるイスラーム教の支配を受けた。100年間、ペーチは、戦争状態の国土の中にある、平穏な島のような状態だった。1664年、ハプスブルク家に仕えるハンガリー貴族ズリーニ・ミクローシュが、ペーチへ到着した。ペーチが、オスマン帝国領に組み込まれて、以来、 地はたとえ占領されても、略奪することだけを計画する軍が、長くはいられないことを知っていた。ミクローシュの軍は、破壊行為を行い死を焼き払ったが、城を占領できなかった。中世の名残を留めるペーチは壁に囲まれた、歴史地区を除いて永遠に破壊され、閉鎖されていた一部である、一つだけの掘り、トンネルモート都市の地下にある納骨堂が残った。 その他には所有していた有名なり溶けシャンパン工場がある。いくつかのトルコの人工物、三つのモスク、二つのミナレット、聖堂近くの古代キリスト教徒墓地上にある浴場の残骸、数軒の家、一つは石でできた砲丸が壁に埋まっているが残った。ブダ城が1686年にオスマン帝国軍から解放されると、トルコ人はペーチからも出ていった。 前衛軍は市内を破壊し略奪した。オスマン帝国軍は自分たちが死を維持できないことを目の当たりにすると火を放ち自分たちは城へ移った。バーデン・バーデン編境白、ルートビヒビルヘルム率いる軍が10月4日に一平地を占領し、城へ水を供給する用水路を破壊した。オスマン帝国軍は他に選択肢がなくなり10月22日に降伏した。 死は、カール・フォントゥン・エンシで、戒厳令が敷かれた。ウィーンの宮廷はまず、ペーチを破壊したかったが、後彼らは未だ、オスマン帝国支配下にあるシュゲトバールの重要性と、釣り合いを取ることに決めた。ゆっくりと死は再び繁栄し始めたが、1690年代に2度のペスト流行で、多くの命が失われた。1688年、ドイツ移民がペーチへ入植した。 死の人口のわずか1、4がハンガリー人で、残りはドイツ人と南スラブ人だった。1698年のデータによると、南スラブ人は人口の半分以上を占めていた。ハンガリー人は人口の少数派で、ペーチはラーコーチフェレンツ2世がハプスブルク家支配に対抗して、革命を起こしても支持に回らず、ラーコーチ軍は1704年に死を荒らした。 1710年以後、さらなる平和な時代が始まった。産業、貿易、葡萄栽培が栄え、製造業が起こり、新たに市庁者が建てられた。市の封建領主は、定地市教だったが、市は市教監督下から自由になりたがっていた。定地市教クリモーは、文化的な人物で、市に対する自分の権利を譲渡することに同意したが、 ローマ教皇庁の聖座はそうすることを彼に禁じた。1777年にクリモーが死ぬと、マリア・テレジアは新たな司教が選ばれる前に素早くペーチを帝国自由都市に引き上げた。1787年にヨーゼフ二世が実施させた最初の国勢調査によると、ペーチには1474件の住宅と1834世帯があった。 合計で8853人の人口、133人が聖職者、117人は貴族があった。1785年、ジェイルのアカデミーがペーチへ移転した。アカデミーはすぐに法学校に発展した。最初の石像劇場が1839年に建てられた。産業が19世紀半ばに大層発展した。 1848年には1739人の産業労働者がいた。製造業の一部は国内で有名だった。鉄鋼と製紙工場はこの時代に最も近代的なものだった。炭鉱はそれら産業と関わりがあった。製糖工場とビール醸造業もできた。市の人口は14,616人だった。 1848年から1849年にかけての革命で、ペーチは短期間クロアチア軍に占領されたが、1849年1月にハプスブルク軍により解放された。1867年のアウスグライヒ後、ペーチは国内の多治体と同様に発展した。1867年からペーチと近隣の町、バルチシュが鉄道でつながれ、 1882年以後、ブダペストにもつながった。1913年、トラムが市内で運用が始まったが、1960年に廃止された。第一次世界大戦の終わり頃、バラニア県はセルビア軍に占領されたが、ペーチがハンガリーの一部として残ったことから、1921年8月で占領が終わった。トリアノン条約でハンガリーが、 プレスブルク、現在のブラチスラバを失った後、プレスブルク大学がペーチへ移転した。第二次世界大戦中、ペーチの南方20から25キロの場所で、進軍してきたソビエト軍がオーストリアへ向かう、途上大規模な戦車戦が起きたにもかかわらず、わずかな被害しか受けなかった。戦後の発展は、再び早くなり、近隣の町を併合して死は大きくなった。 1980年代のペーチの人口はすでに18万人になっていた。共産主義時代末期の1989年から1990年、ペーチと県は多くの国内た地域と同様、急激な変化にさらされ、失業率が上昇し、工業所といくつもの工場が閉鎖された。1990年代に起こった隣国ユーゴスラビアの内戦では、 観光業が影響を受けた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。